機か。バトルポケモンとサポートポケモンの選択をお願いいたします。応援スキルは決定ボタンを押さずに待っていてください。さあ選択画面が今出ています。何にする？さあこれで応援スキルというのを選べるんですね。はい、ラウンド開始時にどのような、ゲージボーナスを得られるかという、はい、そのタイプを選ぶというシステムがあります。恩恵が選べます。対戦の準備も整ったようです。やはりこちらは特殊型ということは間違いなくゲンガーですかね。います。いや違う違う、ファイナルですね。追い込み3ラウンド目に必ずということですね。表明できるように持っていく。参りましょう。ポケモンジャパンチャンピオンシップス2018ポッケン部門マスターカテゴリー。さあやってきた決勝戦バトルスタート。さあいよいよ決勝戦始まります。タルタロゲンガー、そしてハルユキのギルガルド、やってきた。タルタロゲンガーもゲージ共鳴バーストすれば最強になるポケモン、それに対してのハルユキのギルガルド、モーションを切り替えてどんどん自分自身を強化するバフをつけて優位に立ち回っていく、そんなギルガルドです。お互いにやっぱりこう特殊なタイプになってくるので、はい、テクニカル、テクニックが何より必要となる、そんなポケモンを使ってきています。うまく使えば最強クラス両ポケモンです。まず攻めていくのはタルタロゲンガー。フィールドフェーズも取ってフェーズチェンジもしっかりと取っていく。攻撃力アップつけましたね。そうですね。あーっと奥ばっか走る。これでしっかりとダメージ取って、デュエルフェーズさあ押し付けていく。ダメージ残り112、105、86までダメージ取り方ハルユキ見事。さあなんとか壁際を脱出して逆に壁コンボを叩き込んでいます。そうですね、なんとかしてゲージを貯めたいんですけども、ほぼ貯めさせずにハルユキが1本目。ゲージまだまだ4割ですね。さあどうなるタルタロ。これはハルユキかなりいい形で1本目終わることができました。はい、そして逆にハルユキは共鳴ゲージマックスの状況、そして剣が光っている状況が切れ味がアップしているというところですね、はい、この切れ味アップ状態をどれだけ維持して立ち回り続けることができるか、これがギルガルドの強さ、必要なものとなってきます。さあしかしブロック攻撃や無敵になる回避行動でうまくかわしていますね、はい、タルタロは。タルタロさあラスタカノン打ってさあブロックで気がしていく。対してのさあミュウを呼んで、ミュウかなりいいですよ。ミュウの、サポートはですね、自分にバフがつくんですけどランダムでバフがつきます。今先ほどついたのは全攻撃クリティカル&攻撃力アップ、一番いいやつですね、つけてきました。さあここでやってきたメガゲンガーだ、最強のポケモン。共鳴バースト状態のゲンガー手がつけられない、それに対して勇気でボタンを押していく。ギルガルドも共鳴バースト状態。そうですね、応戦しないで押し込まれると、はいはい、もっと手がつけられないことになりますので、ここは戦いを挑みます。バーストアタック、ガードしている。ブロックこのダメージ。さあタルタロが2本目を返した。ゲームメイクとしては上々といったところ、しかし3ラウンド目、ね、やってきた。ゲージがほぼない状況。さあもう1回ゲージをマックスにする必要がありますね、タルタロは。そうですね、この時間でどれだけできるか。いやしかし全攻撃クリティカルのバフがつきました。全攻撃クリティカル、クリティカルの状況でもゲージは大きく貯めることができます。クリティカルヒットによるゲージボーナスがありますからね、はい、さあそれに対してデュエルフェーズ、フィールドフェーズに変更。下から剣がやってくる。どうだ、目まぐるしい攻防が続いているが、ハルユキの動き、 V スラッシャー当たってのどうだ、コイキング、コイキング相手から攻撃を受けると上からコイキングが降ってきますので抑止力となりますが、ここでハルユキがまず1本目選手、1試合取ります。さあハルユキルーザーズですので、タルタロ優勝するためにはタルタロを2回倒さないといけません。日本選手を2度やらないといけません。もう一度勝って一度タルタロをルーザーズに引き落とすことができるのか。ハルユキ運命の2試合目始めましょう、ラウンド1。ゲンガーはちょっと、リーチが短い、はい、傾向にありますので、はい、全体的にそうするとゲンガーの攻撃が届かないような範囲をうまくキープして、うん、ハルユキは戦っているんですよ ね、 そ う、 ですね。でそうすると読み合いに参加することができないのでゲージを貯めることも難しいっていう、はい、今のところそういうのが続いていますね。なるほど、着実に堅実に自分の立ち位置。いやーそしてこのコンボが痛すぎる。見事このダメージ。さあ V スラッシャー、さあ見事な動き、ハルユキがあっという間に
一本かっさらっていく。これで勝てばタルタロウをルーザーズに落とすことができる、落とすことができてグランドファイナル突入です。さあホーミング格闘がヒットしてフェイズが切り替わりました。フェイズが変わるとゲージが溜まりますので、これはタルタロウにとって美味しい展開。さあゲージが6割、タルタロウが思い切ってビートフェイズ掴みを行くが、それに対して打撃クリティカル取っていく。さあコイキングディフェンシブに使っていく、シャドーパンチをかわしての突っ込んでくる。いやこの春行きの緩急のつけ方非常にうまいですね。そうですね、いけるタイミングでは常に押し続けますね、はい、さあここで一気に春行きがタルタロウを倒す、ルーザーズに叩き落として、これで試合はグランドファイナル。いやメガゲンガーにすることなく倒し切ってしまいました。この春行きノリノリですね、キレッキレな状態。さあこのキレッキレな状態を維持したままそのまま優勝、頂点に立つことができるのか、それともタルタロがそれを阻止するのか。いよいよグランドファイナルです。こちら今どういう状況ですか。あもうこれ、あ試合始まってますね。もちろん始まってますね。いやこれは違うのか、リセットしたのかな。ちょっと待ってくださいって感じですね。これ試合消化ですね。いややってるのか、やってますね。なんかこうスタッフの方が不思議な動きしてたんで、どっちだなーなんて思っていたんですけども、これは試合をやっている状況。今出たのが弾き返しというあのギルガルド の、はい、あの特殊なアクションで、はい、タイミングが非常に難しいんですが、タイミングをバッチリ合わせると相手の攻撃を弾き返して隙を作ることができる。なるほど。さあ試合が始まって、お互いのルーザーズグランドファイナル、これに勝てば優勝。タルタロがいいペースで1本目進めている。しかしここで共鳴ファーストギルガルド、ダメージしっかり取って1本目。いやでもタルタロとしては、1ラウンド目でここまでゲージ貯めれたんであれば、まあとにまずは御の字。ここでコイキング、ね、ここまででタルタロの、一番本当にやりたいのはつかみ攻撃なんですよね、はいはい、あの3つ組のうちの種類でいうと。そうですね、それによって相手のゲージを奪い取りながら自分のを貯めたいんですけど、はい、春雪は常にですねつかみ攻撃に対する警戒がうまいですね。かなり打撃でちゃんととがめている、はい、動きやってますね。さあここでメガゲンガーの登場、どうだ。メガゲンガーに対しても戦いを挑んでいる。戦い挑みますね。通常状態でも殴っていく。しかしこんな手痛いダメージを受けてしまう。どうだ、バーストアタック、バーストアタック当たっている。ゲンガーのバーストアタック奈落落とし、どこまで減る。残り50、ヒットた。どうだ、しかし逆に回復。そしてハル、おっとそれでもミュウを呼び出した時にわずかに隙ができるんですね。そこも見逃さなかったですね。ハルユキが強すぎる。これでハルユキが優勝リーチ、これに勝てばハルユキ優勝。メガゲンガーとマジで殴り合いを申し込んで生き残るギルガルトがいると思いませんでした、はい、意味がわからないことになってますね。何かが乗り移っているこの壇上で。わあ上を見ている体育キレッキレ。しかしこのブロックのクリティカルが入って、はい、さあゲージが溜まりました。さあどうだ、ゲージ溜まっていく。フィールドフェーズ V スタッシャーガードしての激しい打ち合いだが、決定打はできるだけ受けず、しかしフィールドフェーズチェンジを取っていく春樹。さあブロック攻撃を食らう前に後ろに逃げる反応の良さも見せていますね、春雪は。いや春雪本当にディフェンシブな部分非常にうまいですね。はい、守っていく。さあタルタロにダメージが蓄積、残り体力も減ってきた。ここでミュウを呼んでバフ、攻撃力アップがついている。壁コンボ、さあ追加30ダメージで残り13。どうする、ここでパチリスを呼んで V スラッシャー、これが当たる。フェイズチェンジ39、生かしている。体力逆転、ハルユキ引き寄せて共鳴回そう。どうなる、ここを逆に殴っていったタルタロ。さあゲンガーの強攻撃は出始めが無敵ですからね、ハルユキに打たせて強攻撃で取りました。取っていく。そして何より共鳴バースを使ってないですからね。そうですね、これが大きい。
ゲージを使うことなくラウンド2に進出しましたので、はい、メガゲンガーをうまく使える状況まで持っていけばこの試合は固いかもしれません。そうですね。さあここでブロック当てる、おようやくここで掴みが入る。これがやりたかった。掴み攻撃を通すと春雪のゲージを吸い取りますからね、はい、減ります。さあそして自分のゲージが増えてのメガゲンガー登場、満を持して、いやしかし春雪臆さない、それでも押してくる、全くビビらない。春雪ハートが強すぎる。それに対してはでも厳しいマジレスおとがめ。これでタルタロー取り返しての 1-1。 次の試合でいよいよファイナル優勝者が決定します。さあタルタロ踏ん張りましたね。ここまで持っていかれると思ったんですけども、一番やりたかった試合展開ついにできるようになりましたね。つかみ攻撃が通ったのが大きいです。さあここから切り替わっていくのか、運命のラストマッチ、まずは1本目。かくしくもですねファイナルステージになりました、はい、ファイナルステージですね。いや神がいるというよく分かってらっしゃる。さあつかみ、これは許さない。通常攻撃でクリティカルヒット、逆にクリティカル取られると非常に痛い、ダメージも痛いしゲージもダウンもボリボリ持っていかれてしまいます。さあ今度は逆にゲンガーがクリティカル、はい、相手をつかみを読んでいました。つかみをやってくる全攻撃クリティカル、これは美味しいのを引きました。さあそして驚かせのいいダメージ、壁入っての起き上がりゲージもたまる。このまま突っ込んで、まず1本目はタルタロ、タルタロ、さあ優勝リーチだタルタロ、いけるか。コイキング呼んだ春雪、そうですね、負けた春雪にも応援が入りましたので、はいはい、このコイキングを使ってまず自分に安全な状況を作って攻めていきます。さあデュエルフェイズ、間もなくタルタロのゲージがたまる。これは最低でも1回はメガゲンガーと勝負しないといけない。しかしそこを殴っていく、通常攻撃で置き攻めを仕掛ける、タルタロ圧倒的有利、メガゲンガーでした。メガゲンガー壁とメガゲンガーに挟まれた。さあ逆にタルタロも強めバスト、どうする、どうする、どうなる、コイキング呼んで、こちらもミュウを呼ぶ。さあ何も起こらない、上から突っ込んでローリング当たっての拾ってタルタロ、まだ続いているメガゲンガー、フェイクが変わった、体力残りますか、このまま決めるか、春雪が吉永、春雪タルタロブロックしてる、もう突き抜けた、行くのかこのまま投げて拾った春雪、踏ん張る。さあ試合は最終戦ラストマッチだ、このラウンドに勝ったら日本一、ミュウを呼んだ、クリティカル攻撃アップ、最高のバフがついたタタロ、それに対してブイスラッシャー、シャドーパンチ、シャドーボール、ブイスラッシャーやってくる、コイキングが降ってくるが関係ない、上からデュエルフェイズ、さあ驚かせて相手を叩き落としていく、拾ってシャドーボール、シャドーパンチ、どうだ切り替えるのは春雪、さあフォロムの切り替えをうまく使っています、勉強を狂ってお互いにダメージ取って、間もなくタルタロのゲージがたまる、ブロックしている、ここでゲージがたまった、タルタロ催眠術、残り体力122レッドゾーン、あ弾き返したが裏回り、拾って拾っている、このコンボ重いぞ、おっとさあここでメガゲンガ登場、春雪にはゲージがない、コイキング助けてくれ、それでも突っ込む春雪、どうだどうなる、ローリング、うわー掴んだ、空振りを掴んだ、決めた、優勝は春雪。決勝戦の決着がつきました。ポケモンジャパンチャンピオンシップス2018ポッケンマスターカテゴリー日本一の栄光に輝いたのは春雪選手でした。おめでとうございます。すげえ。
いや素晴らしい戦い、まさに一進一退、本当に2人とも最後の最後まで譲らない戦いでしたけれども、グランドファイナルにふさわしい戦いとなりました。残念ながら準優勝となりましたが、いかがでしたか。まあ、あの最後のコマミスしてしまってもう死にたいです。以上です、ありがとうございました。悔しいよね、悔しいよな、悔しいよ。さあということで、ついに勝ち取りました。チャンピオンの座を勝ち取ることができましたが、いかがですか今のお気持ちは。まあ気負わずいつも通りの自分の力と、まあ、ガルドの力の、まあ、ほんのちょっとぐらいは出せたと思います。ありがとうございます。本当に謙虚な春雪さんなんですが、ポッケンの大会史上歴史に残るような熱い戦いを見せてくれましたということで、本当に素晴らしい戦いを見せてくださいまして、どうもありがとうございました。さあ皆さん、こんなに素晴らしい戦いを繰り広げてくれ